レポートになりましたので、これより日本郵船株式会社代表取締役の移動を共同体にする救済券を開催いたします。それでは最初に社長の長澤よりご紹介ありがとうございます。本日朝開催されました取締役会において、過去数回の指名諮問委員会の答申を受け、新社長、来年の4月1日以降新社長として、右に座っています曽我孝也がなることが取締役会で決意されました。私は、代表取締役社長を3月末に、来年3月末に退任した後、4月1日以降は取締役会長として会社のガバナンスの強化に当たっていくということになります。なぜこのタイミングで社長交代を決めたのかということについてご説明を申し上げたいと思います。大きく申し上げて2点ございます。私が前任の内藤から社長に指名されて社長になったのは2019年の6月でございます。その時に社長を引き受けた時に、当然、自分自身でどのぐらいやるんだろうかということを考えるわけですが、やはり中期経営計画というものがございまして、中期経営計画、今の経営計画は来年の3月で終了するわけですが、その中期経営計画を全うしていこうということをまず心に決めました。これが一つ目の理由でございます。二つ目はですね、社長として成し遂げなきゃならないもの、これを考えたときに、まずその時の記者会見でですね、新社長の抱負としてどんな会社にしたいかということを問われたわけですが、私はサステイナブルな会社にしたいんだということを申し上げました。残念ながら2010年代の日本郵船グループはですね、リーマンショックあるいは東関東大震災を契機といいますか、原因とした長年の不況、さらには不祥事も重なりましてですね、非常に厳しい時代でありました。なんとか健全な企業体質、これは財務的な面でもそうですし、あるいは企業構造、ガバナンス、そういったものについてもですね、サステナブルな会社に戻したいということを考えるんです。幸いにしてここ2年半、私どもにとって転用ともいえる追い返りが吹きですね、財務内容は格段に改善し、財務的にはですね、極めて健全な体制となりました。また当時非常に不況に苦しんでいましたドライバルクの事業もですね、構造改革を行った、あるいは不祥事対策としてガバナンスの強化、意思決定のプロセスの透明化、あるいは内部では日本郵船単体ではですね、人事制度の改革と自分が成し遂げたいと思ったことがほぼできたと、さらには今現在私ども ESG というものを経営の真ん中に据えとるわけですが、 ESG 経営というもののスタートをですね、うまく切れたんではないかなと、特に約50隻に近い新燃料、LNG、LPG、メタノールを中心とした新燃料、あるいはその他他ですね、人権のプロジェクトであったりですね、ガバナンスの強化、こういったことに関して自分なりに ESG 経営としてスタートを切れたんではないかなと思っております。今現在、今隣にいる曽我さんも含めて、新しい中期経営計画の策定をしとるわけですが、それが出来上がった段階においてですね、来年の4月1日より、これは新しい執行部によってですね、この中期経営計画を全うしてもらおうと考えた次第であります。ですから、私がこの段階で社長交代を決断したのは、一つは今現在の中期経営計画を全うし、次の中期経営計画を次世代の執行部にやってもらおうということが一つか、もう一つは自分自身として、成し遂げなければならなかったことは、客船の建造も含めましてね、ほぼ成し遂げられたかなということにおいてバトンタッチを決断したものでございます。
私からは以上でございます。続きまして専務の馬よりご連絡がございます。長澤より来年4月1日付で社長を拝命いたしました曽我孝也でございます。日本郵船長い歴史がありますけれども130年の歴史、これを振り返ってみれば見るほどその重責に身の震える思いでおりますけれども、私の全人格をもって職務に全うしていこうと決意しております。本日は私の人となりを知っていただき、今の思いを少し話させていただきたいと思います。私の座右の銘の一つが、神道を滅却すれば火もまた涼しというちょっと難しい言葉になるんですが、これは大学時代に所属しておりました茶道部、そこでの稽古から得た精神でございます。茶道の書法の中、所作の中で、茶釜の蓋を開けるという所作がございますけれども、時々炭火がの勢いが強すぎて、この蓋のところもですね、相当熱くなっている時がございます。蓋につぼみ、つまみと呼ばれる部分があるんですけれども、まあ、そこをこう、シュッとこう、持ってですね、その蓋を開けるんですけれども、時々熱すぎて、つい、あちっとこう、所作の最中に行ってしまうことがありました。まあ、その際にご指導いただいてた先生から、神道を滅却すれば火もまた涼しということで、注意をずっと受けていたということであります。不思議なもので、ちょっと人、深呼吸を一回して、心をたおやかにして、もう一度、つまみを持ち上げると、実は、あちっと言わずに、蓋を持てるということになっておりまして、そのことから、いかなることも心の持ちようによって困難には対応できるものだ、そういうことを学んだ次第でございます。今、私たちは時代の大変革、変化点の中におります。そして、さまざまな社会課題に直面しております。海運業もまた同じように、ちょっと暑すぎて持ち上げるとあちっと言ってしまうような困難というのが私たちの前に立ちはだかっているという状況でございます。まあ、少しだけそのいくつかというのをご紹介すると、まず一つにはサプライチェーンの混乱、このサプライチェーンを巻き込んださまざまな課題、そして脱炭素化に向けたさまざまな技術的な課題、それから社会的な課題、そしてもうすぐおそらく始まるであろう炭素税や、それからカーボン、オフセットといった考え方による追加的なコスト、この費用についての問題、こういったものが挙げられるかと思います。日本郵船の中にいて、こういった課題に取り組むにあたっては、おそらく我が社は一社だけではできないし、海運業、その産業一体としてやろうとしても、なかなか限界があるというふうに理解しております。今、日本の輸出入の貿易量の 99.6% が海運で行われているという実態の中で、先ほど申し上げたような脱炭素化に向けたような取り組みというのは、船会社一人では達成できないというふうに考えております。日本の海事産業全体、これは造船業もあり、海運業もあり、それから舶用機器メーカーさんもいれば、エンジンメーカーさんもいて、そして、港湾事業者、いろいろな方たち、こういった海事産業、海事クラスターの人々と一体になって取り組まなければいけない問題だというふうに考えております。逆に言うと、今までなかなか地盤沈下して、苦しい思いをしていたこういった海事クラスターの人々とともに、我々は船という共通項、それから脱炭素というその共通の目的、これをもって一緒にもう一回復活しようよ、そういうことが言えると思っています。日本郵船の役割は、
その船を持ち、その船を運航するということですから、我々がこの海事産業、海事クラスターの中で、他の産業、それから他の個社の方々のいわば一つの接着剤、あるいは触媒として機能することによって、海事クラスターの再活性化が図れるものというふうに強く認識しております。海事クラスターの再活性化、これによって日本はさらに競争力の強化というのが達成できる。そして日本郵船はその中で、裏に回るか表に回るかは別にしても、一つの産業体として一緒になって頑張っていける。そういう世の中にこれからしたいと思っています。脱炭素化というキーワードは本当に共通項であり、これを並行に我々は共に成長していきたいと、そういうふうに考えている次第であります。当社グループの取り組みの中心にあるのは、先ほど長澤も触れましたけれども、ESG 経営であります。2021年を ESG 経営元年と位置づけ、長澤社長がグループ社員への啓発、それからさまざまな分野での種まきというのを行ってくれました。私の役目は、いくつものそういった芽を大事に育て上げ、立派な果実に成長させること、これにつきます。これまでが ESG 経営、ESG を元にした成長戦略、これの土台作りであったとしたら、来年度からの新しい中期経営計画では、いよいよこの実装段階に入るということになろうかと思います。これは極めて、厳しい、あるいはチャレンジングな方向ではありますけれども、私は必ず、やり遂げることができるというふうに信じております。なぜならば、日本郵船の137年の歴史の中で、諸先輩たちがさまざまな苦難を乗り越えて、この歴史を作って、ここまで来ているという事実に照らし合わせると、その時々の知恵であり、柔軟性であり、それからイノベーションの希少という、そういうものが私たちの中の DNA として残っている。これをぜひ我々社員全員が、それからグループの従業員全体が、今一度この DNA を呼び起こして、この困難に対して必ずや対応できる。そういうふうに信じているからであります。むしろこの時代の大きな変化点にいるということを少し楽しむというか、余裕を持って笑顔で楽しんでこの大変化点に当たると、それぐらいの気持ちで挑戦をし続ければ必ずや結果がついてくると、そういうふうに考えております。最後に、来年3月に公表予定の次期中期経営計画では、環境、それから人への対応、投資、こういったことを中心に、競争というのは共にそう作るという意味になりますけれども、競争による国際競争力の強化、そして成長へ、その具体的な道筋をしっかりとお示ししたいと思っております。その際に皆様から、信徒を滅却すれば、ご注意を受けて、僕がつい、熱くてあちっと言ってしまわないように、これから最後の詰めを社内で行っていくつもりでございます。私が本日皆様にお伝えしたいことは以上でございます。どうぞこれからの日本郵船 NYK グループにご期待いただきたいと思います。今後の引き続きのご指導、それからご声援、ご支援、これをお願いいたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。